お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。今回はですね、準備の動画を撮ってみましたので、そちらをちょっとシェアさせていただきたいなと思いますので、ゆるい気持ちでぜひ見ていただければなと思います。ただの準備だとつまらないので、今回は皆様の大好きなマック縛りで、準備の動画を撮っておりますので、ぜひ楽しんでください。はい、というわけで今日は準備を撮っていきたいと思うんですけど、いつもタンクトップか T シャツで出てます。これなんかカレーピッピ のトレーニング用のどでかいタンクトップをそのまま寝巻きにしてます。短パンも盗んだやつですね。今顔洗ってきたところなんで、スキンケアをしていきたいなと思いますね。スキンケアはいつものですね、オルビス U の化粧水とジェルクリームつけてからのニベアですね。もちもちになったらニベアですね。チュルチュルしてる間にニベアするとあんまなんか良くないんで、もちもちになってからニベアをやります。この後すぐベースとかつけると結構滑ったりするんで、まずはちょっと一回着替えて、なんで髪の毛やろうかね。そうします。僕はね、もうね、今年の夏はもう黒 T で乗り越えようと思ってるんですよね。出かけないし、遊びにまず行かないからね、今コロナだし。だし、仕事も主にはオンラインで、出るとしても学校の仕事くらいなんで、今、対面の今、仕事再開してないからね。って考えると、もうなんかその制服代わりになればいいかなっていう感じで、黒 T とレギンスでもう乗り越えようかなって思ってます。マックスのベタベタが嫌いなんで、もうメンズ用のギャツビーで髪の毛をまとめていきます。いつもね、団子やってるんですけど、団子がもうこう毛先をねアイロンしたりとかめんどくさい時はもういつも団子にしちゃうんですけど、やり方見せてくださいみたいな感じのコメントもいただくんで、ちょっと団子やってきますけど、私基本的にね、メイクはすごいこだわりがあるのに、ファッションもヘアもあんまこだわりがないので、あんま参考にはならないと思うんですけど、まあちょっとズボラ仲間の方たちはね、参考にしていただけるかな。ズボラ仲間で髪の毛がめっちゃ長い人、髪の毛長いとさ、うまくまとまんなくない？これでまとめて、そしたらこの上ですね、こいつまとめていくんですけど、こいつもあれ狂ってるのかかって、でこのまままとめていくとめっちゃ広がってくるんですよ。長いし、もう私めちゃくちゃ量が多いから、なんでこれをうまくまとめるためにちょっとだけでニベアつけて、これにね、ワックスだと乾いてきた時になんか引っかかるんですよね。これはまとまりだけ良くするんで、このニベアをちょびっとつけて、ほんで、見える？これをね、ねじっていくからね。これすると、団子中に広がったりしないんですよ。私のこの長さでふわっとした団子の作り方わかる人、ほんと教えてほしいんですけど、ふわっとした団子作れないんで、きつきつにした団子にしていくんですけど、それでもまあまあな大きさになるんですよね。U ピンで染めてきます。なんか一時期アメピンで頑張ってたんですけど、こういうアメピンね、こういうやつどんどん毛の量が多すぎてどんどん出てくるから漏れて U ピンにしました。で毛先の方もぐるぐるやってきますね。ほんとこれだけめっちゃ楽じゃない？普通に。最後の毛先のところだけこのアメピンでまとめる感じですね。はい、できました。あんなにぎゅうぎゅうにしてこの大きさだからすごいよね。普通の多分髪の量の人だったらこのやり方したらめちゃくちゃちっこい団子になっちゃうかもしれないんで、長い人は参考にしてみてください。
はい、じゃあそしたらメイクねしていきたいと思います。だいぶいい感じになんかピタッとしてきたかなと思います。ヌルヌル感は結構なくなりましたね。まずは、ストロボクリームですね。ストロボクリームの今日は透明感をね、ちょっともう本当に顔のくすみが半端ないんで、ピンクライトで透明感を出していきながら、だいぶ暑くなってきたんで湿気もすごいし、なので今日はさっぱりと軽い保湿をしながら密着力を上げる感じで、ライトフル C プラスのティンティットプライマー SPF45PA4+ をつけていきたいと思います。これはちょっとねピンクトーンの色がついてるので透明感が出ますね。同じように肌が綺麗に見えます。ストロボクリームはパール入りの一応乳液下地ですね。ここにさ大きいニキビできそうなの、やばい、超痛い。これするだけですごいよねツヤが。なんかライトが当たってるからビチョビチョのツヤに見えるんだけど、全然軽いの、ベタベタしないです。じゃあこっち使っていきますね。よく振ってからね使っていきます。こんくらい出します。これは割と私たっぷりめにつけるのが好きかも。なんかね乾いてくるとピタッとしてくるんですよこれ。なんかちょっと透明感出て明るく見えるような、こんな感じです。悪くはないですね、そんなにトーンアップくらい。すごいテカテカに見えるじゃないですか。これがちょっとね乾いてくるとピタッとしてくるんですよ。なんであーすごいテカテカだと思って、例えばですけどなんか人によってこれをティッシュオフしちゃったりとか拭き取ったりとかしちゃう人いるんですけど、乾いたらなくなってくものなのに奪っちゃったら後でめっちゃ乾燥するんで、このままでいってくださいね使ってる人は。はい、で今日はねマックなので、まあ夏にもなってきましたからね、こちらの季節ですね。スタジオフィックスコンプリートカバレッジクッションコンパクト SPF50PA4+、言えた。でこれね NC25 なんですけどいけるかな。ちょっとね本当に1年で色変わりすぎて、肌色がビビるぐらい色白くなっちゃったんですよね。いける？いけそう？ちょっと黄色いけどいけそうか。え、だいぶ黄色いけど大丈夫そう？まあ一回ちょっとヘルシーにしていこうね今日はね。うん、なんかこれのファンデのストックを買っておいたんですよ1年前とかにね。でストックがさ NC30 なんですよ。だからもう暗すぎて使えないからあげたよね、そのメイクをヘアメイクやってる友達に。やばい。これをねブラシでつける人もいるっぽいんですけど、私は量がすごい減りが早く感じるのと、ピタッとしないのでなんかいっぱいつきすぎちゃって、で私はスポンジでつけるのが好きですね。このファンデーションはすごく持ちがいいタイプなんですけど、スタジオフィックスフルイドっていう液体の瓶の一番人気のファンデーションと、まあ、同じシリーズになっていて、あっちよりはやっぱりこのクッションのこの形状に入れるために結構ね軽くなってるんですよ。なんでスタジオフィックスフルイドもある程度保湿ができるタイプなんですけど、こっちの方がちょっともう少し保湿が高めで軽い質感になってるかなっていう感じですね。これも乾いてくるとピタッとしてセミマットくらいになるものになっていて、24時間お直しいりませんよって言われてるようなものになります。これはなんかマスクで取れにくくとかじゃなくて、乾燥崩れとか皮脂崩れをバランスよくケアするっていう感じなので、そんな感じで使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。いい感じです。ちょっとコンシーラーをつけよう。ミネラライズコンシーラーね、これ日本だと廃盤になっちゃったから本当に悲しいよね。ベースこんな感じですね。今日ちょっと湿気がすごいんで先にちょっとパウダーをしていきます。ちょっと乾燥しそうだなっていう日はパウダー後からしていくんですけど、今日はちょっとベタつきが逆に気になりそうなんで、マスクの透明のルースパウダーですね、皮脂テカリ防止のパウダーなんですけど、自然なツヤが残るパウダーをつけていきます。軽くつけたいんで先がついてある、これは187のリニューアル前のね天然毛の方ですね。ちょっと広がりが大きい方になります。これでポンポンセットしていきます。先がねついてあるんであんまりいっぱいつかないですよね。サラサラなったら磨いてあげるって感じですね。こう磨くとちょっと素肌っぽいツヤがね出てくるんですよ。鼻筋とかわかるよね。もう全然サラサラなのでベタベタはないです。目の下はねパウダーあんましないですね、私乾燥するんで。なんか仕上がった後テカって見えてたらするかなくらい。今日はねこのアイシャドウパレットのヌードモデル使っていこうと思うんですよね。アートライブラリーのヌードモデル、こうやって見るとイエローブラウン、コーラルブラウン、ピンクブラウンみたいな感じで並んでいるので、ピンクブラウンあたりをちょっと使っていこうかな今日はね。じゃあこちらのプリーティングトゥーズアイというカラーをアイホール全体と下まぶたにつけていきます。の前にアイシャドウベースだ。アイシャドウベースは安定のプレププライム24アワーエクステンドアイベースですね。もう二重にもたまらず、アイライナーも落ちにくくなって、アイシャドウも落ちにくくなって、つけまも取れにくくなります。最高ですね。
締め色はシュガープラムを使っていきます。かっこよくするならツヤ出しにヌードモデルを使うんですけど、今日はこっちでいきます。ドロップザロープですね。自然なツヤ感のカラー、オールザットグリッターに似てる。オールザットグリッターよりちょっとコーラル寄りな感じですね。ちょっとライトで光がすごい強いんですけど、普通に自然のツヤ感になります。ライト消してまあ自然光に入るとこんなにピコンピコンしない感じですね。プルネラがあったらプルネラでインラインを引きたかったんですけど、ないので、今日はテディでこのインライン、下まぶたのインライン引いていきたいと思います。このキワキワのところにちょっとだけグッと締まり感が欲しいんで、一番濃いやつ使いますね。ちょっとメリハリ感がねだいぶ変わるかなと思います。リキッドライナーはこちらのブラシストロークアイライナーのブラシブラックですね。ナーズさんのってこうフェルトタイプ、頭がフェルトタイプで、これは筆ペンの毛がついてるタイプなんですけど、私は皮膚が薄いのですごくフェルトタイプよりもこういうツルツル滑りやすい筆のタイプの方が描きやすいですね。引っかかりがあるフェルトタイプだとね、持ってかれちゃうんですよね、なんか肌の動きというか、それでなんかラインがずれたりするので、こっちの方がパパパって引けます。ピンク系って言ってもなんかモーブっぽい感じの墨系のカラーになってるんで、ノーズシャドウはね顔色が悪くならないように、これは普通のこっちのパレットですね、スモーラーシャドウのウェッジでノーズシャドウ入れていきます。ちょっとふわっと入れていきたいんで、240番の大きめのブラシで優しく入れていきます。ビューラーはハーフビューラーですね。マックのプロストア限定のやつで上げていきたいと思います。これはめっちゃ楽というか、まあ楽だね。軽く挟むだけでもギュイーンって上がるんで、逆に挟みすぎ注意くらいの感じですね。下まぶただけマスカラ下地をつけていきます。でマスカラ下地乾く前に先に眉毛やっていきたいと思います。眉パウダーも今日はウェッジでいきたいと思います。今日の眉ペンシルはね、このベラックスブローライナーっていうのめちゃくちゃ短くなっちゃってるんだけど、これのストロベリーブロンドを使っていきます。柔らかい色ですね。これはパウダーみたいにこうサラサラ色が出るタイプのペンシルになっていて、楽チンなんですよね。一本一本描かなきゃとかなく、もう塗りつぶすような感じで塗って、軽くブラシでぼかしてあげると綺麗に馴染んでいくので、これでバーっとこっち埋めていきます。意外とこれ使ったことない人多いんだけどね、意外といいのよこれ。毛がある程度生えてる人はこっちの方がね楽だと思います。しっかりとピンポイントで描き足さないといけないみたいな、こう例えば細めに生えてるけどちょっと太眉にしたいとか、そういう人はいつものアイブロウスタイラーがいいと思うんですけど、こんな感じでふわふわに毛が出来上がります。で最後にお尻のスクリューで軽くか余分に広がったところとかあれば整えてあげる感じですね。めっちゃ簡単に仕上がりました。この立ち上がり感はもうナンバーワンだよね。ふさふさなこのピンピンに立った感じ出したいなら、やっぱりこいつはさすがもうワックス並みの眉マスカラですね。うん、色すごい顔色いいですよね。明
カチャな感じになりました。ちょっと液体はね固めなのでしっかりめにつく分、毛が柔らかい人っていうよりはちょっと毛のコシがあって普段眉マスカラがあんまり色が出ないよみたいな人とかだったら使いやすいかなと思います。柔らかい毛質の人はもっと水っぽいタイプの毛質がいいですね。まつげの下地とか乾いたと思うんでちょっとマスカラをね下まつげもしていきたいと思います。じゃあつけまつげを81番の、チャーマラッシュつけていきます。いつものまつげですね。塗り乾いたら透明になるんで、じゃあ続きやっていきますね。今日はリップにレトロマットリキッドリップカラーのバーントスパイスを使おうと思っているので先にリップつけてからチークのバランス取っていきたいなと思います。リップの下地にプレッププライムリップをね使っていきます。リップクリームと違って口紅が滑らないように保湿できるリップクリームって感じですね。こんな感じのムーディーカラーですね。オーバーリップしたんですけどもパリッと濡れちゃいますね。チークはこちらのグロープレイブラッシュのブラッシュプリーズ使っていきます。なんか甘すぎないピンクになるのでバランスがいいですね。シェーディングはこちらのスタジオフィックススカルプト&シェイプコントアパレットのライトミディアムに入ってるスカルプトを使っていきたいと思います。一応ねプロストアだったら単品でも売ってますね。シェーディングは人のね顔の形によって入れ方変わるので、私の顔の形だとこの生え際とここの顔の横のラインですね、ここがちょっと出てるん であとは頬骨のライン入れてフェイスラインという感じですね。なので人によって入れる場所違うっていう感じなので自分に合わせた入れ方を考えるのがいいですね。基本的にはその顔が卵型に見えるようになんか補正をしていくようなイメージですね。ハイライトはねダブルグリームでもいいんですけど今日はちょっとヘロスに行きたいのでオーダーリン使っていきます。エクストラディメンションスキンフィニッシュのオーダーリン、ちょっとゴールド系のタイプですね。これに似てるウィスパーオブギルドよりもオーダーリンの方がちょっと黄み感が強いのと、オーダーリンの方が濡れ感がもうすごい若干の違いなんですけど濡れ感が強いかなって感じですね。ウィスパーオブギルドの方がちょっと素肌っぽい寄りになります。ただライトスカペードオーロラのあのハイライトよりも全然ウィスパーオブギルドはツヤツヤなので、ツヤツヤ同士で比較した時に気持ちオーダーリンの方がツヤが多めっていう感じで考えてもらえるといいと思います。私の大好きなハイライトブラシ159番ですね。まあチークも入れられたりねファンデーションもつけられたりするんですけど、これがハイライトに私は大好きなのでこれでハイライトつけていきます。ちょっとねコシがあるんで磨けるんですよね。ふわふわだとあまり磨けないのでツヤ感の出方がねだいぶ変わっちゃいますね。置いてこう磨くって感じですね。わかる、ツヤツヤになっちゃいます。おでこはね私テカって見えるで入れないんで、なんかちょっとアイシャドウにキラキラが入れたいですけれども、フラッシュ&ラッシュをちょっと下に仕込みますね。大粒のキラキラをちょっと下にアクセサリー感覚で入れていきたいと思います。パールだけでもね全然立体感出るんだけどね、物足りなく感じちゃうよね。もう感覚が麻痺している。わーいいね。じゃあ私のいつものピアスをつけますね。これはあの原宿の竹下通りの1本横にそれたね細い道にあるねボディピアスショップで買いました。 VIP だったかな、ちょっと名前忘れちゃった。はい、これで OK って感じですね。はい、というわけでこんな感じで準備動画終わりです。大体まあ本当に最初にお話した通り出かけないんで今全然服買ってないんで、もう基本このデカめの黒 T にスポーティーなレギンス合わせて終わりっていう感じですね。気に入って使ってるレギンスはねバンキッシュっていうなんかイギリスのブランドかなのなんかスポーツブランドなやつなんですけど、めっちゃ動きやすいんでそれを使ってます。本当にそれをルーティーンで3つくらい、黒のレギンスが3つ4つくらいあるんでそれをルーティーンで洗って使ってるって感じですね。はい、というわけでこんな感じで
今日の緩めの動画は終わろうと思います。はい、では皆さん、もう夏休み期間になりますのでね、学生さんなどはお体に気をつけて過ごしてください。ではお疲れ様でした。